皆さん、こんにちは。ご紹介賜りました、大道グループホールディングスの長谷川でございます。本日は遅い時間にもかかりませず、当社の説明会、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。また、弊社は、当社グループの商品、また自動販売機等々ですね、ご利用賜りまして、誠にありがとうございます。合わせて厚く御礼申し上げたいというふうに思います。それではですね、本日は表紙のタイトルにあります通り、大同グループが目指す2030年の姿と今後の戦略についてと題しまして、少しお時間を頂戴してお話を申し上げたいと思います。本日の流れでございますけれども、まずはですね、大同グループホールディングスについてということで、グループ全体についてご説明しました後、グループミッション2030、当社グループの2030年のありたい姿、こちらの方についてご説明しました後、最後にですね、その成長の鍵となりますところの国内飲料事業の再成長というテーマ、具体的にどのような戦略を取っていくのかと、こういったことについてですね、順にご説明をしてまいりたいというふうに思います。それではまず会社の概要についてですね、ご説明していきたいというふうに思います。会社名、大同グループホールディングス、ということでございまして、名前の通り持ち株会社ということでございますんですけれども、会社設立が1975年となっておりますけれども、こちらは国内飲料事業を営んでおります大同ドリンク株式会社が設立した年というのが1975年でございまして、この大同ドリンクが持ち株会社体制に2017年に移行しまして、現在の大同グループホールディングス、こういった名前に変更していると、こういった経緯でございます。スライドのですね、右側に映っておりますのが当社の社長の高松でございまして、略歴の方に書いておりますとおり、2014年の4月に、代表取締役社長に就任をいたしております。就任当時ですね、37歳ということでございまして、大変若い社長でございます。現在でも45歳ということでございまして、この若いリーダーのもとですね、成長に向けてさまざまな取り組みを推進していると、こういったところでございます。こちらの方がですね、当社グループの理念、ビジョン、そしてグループのスローガンということでございますんですけれども、人と社会と共に喜び、共に栄える、その実現のために大同グループはダイナミックにチャレンジを続ける。この理念体系はですね、2014年に先ほどご紹介した当社の社長であります高松が就任した時に、新たに、制定をし直したものということでございます。人や社会のためにですね、まさにダイナミックにチャレンジを続けていこうと、こういった新しいことへもですね、どんどん取り組んでいこうと、こういった、言ってみれば新社長就任にあたっての決意表明と、こういったものがですね、そのまま理念になっていると、こういったような体系になっているということでございます。ここでですね、少しこれまでの、グループの歴史について、ご紹介していきたいと思います。先ほど会社の設立は1975年、ということでご紹介申し上げましたが、グループとしては実はですね、これより前に、歴史がございまして、創業のビジネスはですね、ちょうどこのスライドの左上にあります通り、1947年に創業者が医薬品配置販売業というものを始めたと。これがグループの始まりということでございます。配置薬の販売業というのは、いわゆる救急箱というものでございましてですね、各家庭であるとか事業所に救急箱を貸していただいて、自由に使っていただいて、減っただけ、使っていただいただけ、の代金を頂戴して、また補充して帰ると、こんなビジネスなわけなんですけれども、ここを原点としましてですね、ビジネスとしては大きく2つに分かれていくということになります。1つは、その入れる商品というところをベースにしてですね、ドリンク剤、これの販売業というのが始まっている、次に始まったビジネスとしてあります。これが1956年に、現在あります大同薬品工業というところを設立したというのが、その次の歴史ということでございまして、この大同薬品工業は今では医薬品関連事業ということで、ドリンク剤であるとか、ポーチ製品の受託製造に特化したビジネスを営んでいると、こういったビジネスになっております。
そしてもう一つの流れが、先ほど来ご紹介しております大豆ドリンク国内飲料事業でございまして、配置薬料で、そしてまあドリンク剤の販売というところで築いた販売網をベースにしまして、全国に自動販売機のネットワークを築いていったと。そして現状では市場では一定のポジションを確立しているというビジネスでございまして、こちらのビジネスが現在でも、まあ、当社グループのコアビジネスということになっています。先ほどご紹介した医薬品の配置薬料と、まあ、自動販売機のビジネス、まあ、違ったことをやっているようですが、実はビジネスモデル上はですね、非常に近しいことをやっておりまして、よりお客様の近いところにですね、求められるものをお届けしていくと。そして自由に買っていただいて、お好みのものを買っていただいて、まあ、補充して、まあ、お代金を頂戴すると、まあ、こういった形のビジネスございますので、まあ、形は違いども、まあ、同じ、ビジネスモデルを引き継いでいると、まあ、こういったところでございます。そしてですね、2012年には食品事業、フルーツゼリーのタラミの買収でありますとかですね、2016年にはトルコの飲料事業の買収などなどでですね、事業領域を広げた後、2019年には希少疾病の医療用医薬品事業ということで、大同ファーマという会社を立ち上げたということでございまして、まあ、事業の領域をどんどん広げているということなんですけれども、まあ、一見するとですね、まあ、バラバラのビジネスをやっているように見えるかもしれないんですが、共通して非常に大切にしている価値観というのは、お客様の方に寄り添う姿勢ということですね。そして求められるものを身近にお届けしていくと、まあ、こういったことでお客様に貢献していこうと。そしてビジネスとしての特徴としては、強みというものを発揮できる分野に集中特化したビジネスを展開していると、まあ、こういったことがですね、当社グループの大きな特徴でございまして、まあ大変ユニークなビジネスを大きく抱えているグループであると、こういったことで、ご理解いただけたらというふうに思っています。そして次に、グループミッション2030について、ご紹介していきたいんですけれども、こちらの方はですね、2019年にですね、新たに当社グループの2030年のありたい姿としてですね、まあ、制定したものということでございまして、世界中の人々の楽しく健やかな暮らしをクリエイトする大同グループへということでですね、お客様とともに、社会とともに、時代とともに、人とともにと、この4つのテーマごとにですね、ありたい姿を定めていると、こういったものでございます。そしてそのありたい姿を実現するための重要な課題としてですね、8つのマテリアリティというものを定めておりまして、これらに取り組むことによりまして、社会価値、環境価値、経済価値、こちらを高めてですね、持続的な成長を実現していこうと、まあ、これがグループミッション2030の経営指針ということでなっているということでございます。その実現のためのロードマップというのがこちらのスライドでございましてですね、現在はちょうど2026、中期経営計画2026というものを推進中でございまして、現在は成長ステージというような位置づけになっているということでございます。これまでの3年間は基盤強化投資ステージということでございまして、まあ、図にあります通りですね、一時的に利益が目減りしても将来のための投資をしていきましょうと、まあ、基盤を強化していこうと、まあ、こういったところで取り組んできたわけでございますけれども、まあ、これも一つある程度一巡したというようなことでございまして、ここからは成長軌道に乗せていこうと、そしてその大きなテーマになりますところが3点、国内飲料事業の再成長、それから海外事業戦略の再構築、非飲料領域の強化育成と、この3つのテーマに取り組むことによりましてですね、赤線にあります通り、今までおおむね横ばいであった業績というところをですね、上昇に転じくれていこうと、まさに転換点というところをしっかりと作っていこうと、こういった領域ステージにあるというふうにご理解をいただけたらというふうに思います。
そしてですね、それを実現するためのまあポートフォリオ戦略といいますかね、各事業が、先ほど来ご紹介した各事業がどのような位置づけにあるのかというところを示したのが、こちらの絵でございまして、こちらの図の見方はですね、縦軸に売上高の成長率、横軸ですね、にまあ収益性、まあ、いわゆるロイックというものですね、こちらを取りましてですね、右に行けば行くほどロイックは高い、上に行けば行くほど売上の成長性が高い、まあ、こういった事業であるということを示しています。ここでご覧いただきたいのはですね、右下にありますところの国内飲料事業というところでございまして、まあ、市場は飽和しているというようなことも言われますけれども、まあ、ロイックと、まあ、収益性というところは非常にまあ高いビジネスでございますので、先ほど申し上げます通り、国内飲料事業の再成長、国内のところでしっかりと、キャッシュフローの創出力を高めていくこと、まあ、これがグループ全体として大きな役割を、果たすというようなところでございまして、これをこういったところで生み出した資金を将来的な収益ドライバーとして長期視点で育成しておりますところの海外事業であるとかですね、希少疾病の医療用医薬品事業、こういったところへまた振り向けていくと、まあ、こういった形でグループ全体をより成長させていこうというのが現在私どもの事業ポートフォリオ戦略の考え方ということでございます。それでは次にですね、先ほどご説明した特に重点事業として重要な国内飲料事業の再成長、これをいかにして実現していくのかということについてご説明をしてまいりたいと思います。当社の国内飲料事業、非常に国内の清涼飲料メーカーの中では非常にユニークな特徴のあるビジネスをやっているというように言われております。特徴というのはですね、こちらのスライドにありますとおり大きく分けて2つでございます。1つ目はですね、自動販売機そのものを私たちの店舗だというふうに位置づける、まあ、小売業の発想でビジネスを運営しているということが1つ目の特徴でございます。私どもの考え方は、自販機はお店であるということですので、そのお店に合った商品を開発していくと、まあ、こういった考え方でございまして、そういった考え方で運営しておりますので、売上高に占める自動販売機経由の割合というのも約8割程度ある、まあ、こういったところが当社の考え方であり、売上構成なんですけれども、まあ、一般的な飲料メーカーさんは下の考え方でして、まあ、いろんなブランドがありますと、それをまあコンビニさんで売るのか、スーパーで売るのか、自動販売機で売るのかと、まあ、こういうような考え方をされているということでございますので。まあ、同じ飲料メーカーといってもですね、まあ、そもそもの考え方がまあ大きく違いますというところがまず特徴の一つでございます。そして特徴の2つ目が右側にありますとおり、ファブレス経営ということでございまして、ことですね、清涼飲料の製造ということに関しては、まあ、外部へ委託をしていると。そして当社は何に経営資源を集中しているのかということなんですけれども、お客様へ商品を直接お届けすると、自動販売機のところまでお届けすると、ここのところに経営資源を集中しているというところが2つ目の大きな特徴ということが言えると思います。このビジネスを伸ばしていくためのポイントというのは、下に課題として2つ挙げております。1つはお客様の接点、いわゆる店舗数、まあ、自動販売機の数ですね。これをしっかりと増やして、まあ、利用者も増やしていくこと。まあ、これが1つ。そして2つ目の課題はですね、右側の特徴を生かすために、労働力不足、まあ、これからですね、労働力不足の時代というところに突入してまいりますので、自動販売機を運営しようと思うと、労働力不足の環境でも効率的に運営できる仕組みというのが必要になってきます。こういったところに取り組むこと、まあ、この2つの課題に対応していく必要性があるということでございます。まあ、現在ですね、この絵の取り組みというのを着々と進めておりましてですね、1つ目がいかに店舗数を増やすかということでございます。こちらの取り組みとしてのですね、大きな鍵になるところは、まさにこれは人材ということでございまして、ご覧いただきます通り、外部環境はですね、日本の自動販売機の台数というのは徐々に減ってきているということなんですけれども、
右上ご覧いただきますとですね、当社の自動販売機の、まあ、期末で時点の台数というものをグラフ化したものなんですけれども、2019年をボトムとして逆に当社の自販機というのは増加に転じているというところがご覧いただけるかなというふうに思います。これの大きな課題、鍵になったところが、まあ、今先ほど来申し上げております人材というところでございまして、顧客志向営業を推進して質×量の最大化を図っていこうということで、まあ、当社のビジネスの特徴でありますところのお客様に寄り添う姿勢、まあ、こういったところを発揮しつつですね、ロケーションのオーナーの方、まあ、どのような課題をお持ちなのか、まあ、こういったところをしっかりと受けたまわって、それに合った提案をしていくと、まあ、こういった営業ノウハウをですね、これまで当社の人材のところに蓄積をしておりますので、それが業界が、まあ、台数としては残減傾向である中で、当社の自販機は伸びている、まあ、こういったところを実現できている、まあ、ゆえんではないかなというふうに考えているところでございます。そして2つ目の取り組みがスマートオペレーションということでございまして、労働力不足の時代でもいかにして効率的に自動販売機を運営できるかと、こういったための取り組みということでございます。スマートオペレーションというのは具体的に何をするのかということなんですが、まずは自動販売機にリアルタイムで販売状況を把握できるように通信機器を取り付けると、こういったところから始まるんですが、これだけですとですね、ただの、まあ、言ってみれば IT 化というようなところでデータが取れるだけではあまり意味がないということでございます、まあ、いわゆる DX というのはデータをもとに仕事のやり方そのものを、まあ、変えていこうと、まあ、こういったことだというふうに思っておりますけれども、まあ、このスマートオペレーションというのはまさにデータを活用をして、これまでの仕事のやり方そのものを変えていこうと、まあ、こういった取り組みでございます。こちらの方を全国の拠点に展開していくことによりまして、従前と比較してですね、1人当たりの売上高を約 20% 高めていこうと、こういった体制も非常に着々と今整えているというところでございます。そしてこのですね、取り組みをてこにしてですね、最新のトピックといたしましては、9月の15日に発表させていただいたんですけれども、アサヒ飲料さんとの包括的業務提携契約、これを締結をさせていただいております。提携項目としてはご覧の4つがあるわけなんですけれども、この中で特に大きな取り組みというのがですね、直販事業の一体的運営によるオペレーションシナジーの追求ということでございます。具体的に申し上げますと、これまでアサヒグループ、アサヒ飲料の子会社であった3社、アサヒ飲料販売さん、みちのくさん、九州アサヒ飲料販売さん、この3社をですね、新たに当社とアサヒさんの合弁で設立しますダイナミックベンディングネットワークというところの傘下に入れましてですね、言ってみれば大同グループが主体となって、これらの一体的運営によってですね、自動販売機のオペレーションを品質と管理能力、生産性の向上を図っていこうと、こういった取り組みでございます。この取り組みのベースになるところが先ほどご紹介したスマートオペレーションということでございますので、これを適用することによりまして、新たにアサヒグループから運営が変わります。約7万台の自販機。これについてもより効率的な運営が可能になるというふうに考えているところでございます。そして他の提携項目としては、アサヒ飲料さんと当社との相互販売ですね。これのアイテム数を増やすというのが一つですね。それから当社商品の一部をアサヒ飲料さんの自動工場でですね、製造委託をいたしまして、当社としての原価低減、アサヒさんとしての工場の稼働率向上、こういったところにもつなげていこうというような取り組みも今後展開をしてまいります。また環境への取り組みといたしましてですね、効率的な資源回収ということでございまして、自動販売機横のですね、リサイクルボックスから効率的に、資源でありますところの空き容器を回収して、ペットボトルの水平リサイクルなどでですね、いわゆる社会的な課題、こういったところの解決にも貢献していこうと、これら4つの取り組みを推進することによりましてですね、
国内飲料事業の再成長、こういったものを実現するためのテコといいますかね、転換点として進めていこう、このように考えている次第でございます。はい、当社グループの2030年のありたい姿と申しますのは、先ほど来ご紹介しております世界中の人々の楽しく健やかな暮らしをクリエイトするということでございまして、このありたい姿を実現してですね、心と体においしいものをこれからもお届けしてまいりたいというふうに考えております。時間の関係でですね、今日は国内飲料事業にほぼ特化したご説明になったということなんですけれども、他にもですね、それぞれの事業に応じたですね、説明会なども随時開催しておりますので、また機会がございましたらですね、ぜひご視聴いただきたいと思いますし、また当社のウェブサイトにはですね、医薬品関連事業であります大東薬品工業、それからタラビなどの説明会の動画でありますとか、工場見学動画というようなものもですね、アップしておりますので、またぜひご覧いただければというふうに思っております。簡単ですが、本日の説明は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご参加の皆様からのご質問はまだいただいていないのですが、せっかくの機会ですので、過去の当社の説明会にて個人投資家の皆様からよくお寄せいただく質問をご紹介させていただきます。引き続きご視聴いただいている皆様からのご質問も受け付けておりますので、どうぞお気軽にご質問、ご意見、あるいはコメントなどをくださいませ。それでは最初の質問です。自販機市場は縮小していくということですが、その中でなぜ御社は自販機ビジネスに力を入れるのでしょうか。はい、ありがとうございます。自動販売機の市場全体というのは縮小していくと言われているということでございます。ただですね、事業環境というのはかなり変化してきているというところが言えます。競争環境としてはほぼ二極化していると、こういった状況にありましてですね、上位メーカーさん、上位の2社さん、それから当社というところがですね、自動販売機に注力している一方でですね、他のメーカーさんに関してはあまりこう自動販売機に対して投資を控えていこうと、こういうような動きが直近として起こっているということでございます。言ってみれば、自動販売機はご覧いただいた通りどこにでもあると、こういった状況で、需要に対して店舗数の方が多いと、こういういわゆるオーバーストアというような状況が、今の状況ということが言えるのかというふうに思うんですけれども、この状況というのはですね、徐々に、言ってみれば下位のメーカーさんがあまり力を入れていなかなくなるがにつれてですね、だんだんオーバーストアといった状況というのは解消されていくというふうに思いますし、上位下線化といったところが進んでいく中で、私どもとしては、しっかりとですね、3番手といいますかね、しっかりとした強い3番手として、存在感を発揮していく、こういったことでですね、より縮小していく事業、市場の中でですね、成長して、より存在感を高めていく、こういったことがですね、当社の強みであるとか特徴、こういったところを一番生かしていく支配の道であって、収益性と、それからキャッシュフローの創出力、こういったところを一番伸ばせる方策ではないかなと、考えている次第でございます。こんなところでよろしいですか。はい、ありがとうございました。はい、それでは、次の質問です。アサヒ飲料さんとの業務提携について、大東の狙い、メリットをもう少し詳しく教えてください。はい、ありがとうございます。先ほど朝日さんとの業務提携の概要はですね、4点あると、こういったところで、ご説明したんですけれども、その中でも一番大きいところが、直販事業の一体的運営と、こういったところでお話した通りでございます。今回ですね、新たに設立するダイナミックネンディングネットワークという会社はですね、大東グループから3社、こちらの方で、約13万台の自販機を管理しております。それから朝日グループ3社、こちらの方で7万台管理しておりますので、
全体で20万台の自動販売機を管理する非常に日本でも有数の、自動販売機の管理会社、こういった存在になるということでございます。そしてこの7万台というのは効率化の余地、私どものノウハウがありますところのスマートオペレーションを横展開していくことによって、効率化の余地というのは大いにあるというふうに思っておりますので、言ってみればですね、当社グループの自動販売機チャンネルの中でのプレゼンスを大きく高めると。先ほど前の質問でご回答した通り、縮小する市場の中でも存在感を高めていく、より台数を大きくしていくと、こういったことでですね、より売上規模も収益性もむしろ逆にですね、高めていくことができると考えておりますので、それのよりですね、起爆剤となるものだというふうに考えておりまして、先ほどご説明した通り、これをテコにしてですね、国内乳事業の再成長というものをしっかりと実現していきたいと、こんなことで考えているということでございます。はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。自販機の選択には商品力も大きいと思います。はい、商品開発についての戦略を聞きたいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。商品開発力、非常に重要なポイントでございまして、これもですね、一つの当社独自のですね、強みの部分があるというふうに考えています。当社はですね、自動販売機に並べる商品、どういった商品を並べていくのが最適かと、こういった観点で商品の開発にも当たっているということなんですけれども、もう一つ大切にしているのはですね、医薬品といったところから始まっているところがゆえにあるんですけれども、品質へのこだわり、品質というものを非常に重要した商品作りを徹しているというところでございます。その一例というのがですね、コーヒー、缶コーヒーに関して言うとですね、今まで創業以来ずっとですね、香料というものを一切使わない商品作りに徹していると、こういったところが一つの特徴でございましてですね、香料を使わずにですね、商品を作るというのはどういうことかと申しますと、言ってみれば品質の高い高価なですね、コーヒー豆をより多くしっかりと使って、商品を作らないと、香料なしですとなかなか香りであるとか味であるとか、こういったものがしっかりと出てこないということでございます。言ってみれば他社さんよりもあえて原価の高い商品を作っているという面もあるというふうには思われるんですけれども、やはりですね、自動販売機をご利用していただいて、当社商品を手に取っていただいたお客様により長く安定的にご愛顧いただきたいと、こんな思いからですね、より本格的な本物志向の商品作り、これに徹しているというのが当社の商品作りの特徴、これの一つでございます。あともう一つですね、大きなもう一つの特徴というのもあってですね、自動販売機に非常にユニークな商品を並べるというのも、もう一つの特徴としてあります。他社さんにないような非常にユニークな商品を販売をして、いくと、そしてユニークなだけではなくてですね、飲んでみると非常に美味しいと、こういった特徴があるということでございます。言ってみればユニークでありつつ、かつ味というところには非常にこだわりがある、これがですね、言ってみればお客様にとっての一つのサプライズというのがというかですね、期待を超えていくと、こういったところがですね、当社のもう一つの商品作りの大きなこだわり、特徴でございますので、こんな観点でですね、ぜひ一度また明日からですね、自動販売機ご利用いただきましたら、そんな観点で商品を眺めていただいて、また買っていただければというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは次の質問です。国内のインフレや原材料価格高騰による業績への影響を教えてください。はい、ありがとうございます。ご案内の通りですね、原材料高、また直近では円安というところも急加速ということでございまして、いろんなものが値上がりしているというのは、皆様おそらく実感されているところではないかろうかと
というふうに思っております。まあ、これらのですね、まあ、いわゆる原材料高であるとか、エネルギーコストの上昇であるとかですね、こういったものが当社の業績に与える影響というのは、率直に申し上げまして、今年の業績に関してはまあかなり多大にあるというところが実態のところでございます。まあ、業績予想等々もですね、第2四半期決算の時にまあ修正などさせていただいておりますけれども、この大きな要因というのは原材料高であるというふうにご理解いただいたらと思いますとですね、期初の想定以上の、コスト高があると。まあ、こういったところでですね、まさに価格改定のご案内文などにも書いておりますとおり、原材料コスト、エネルギーコストの上昇というのをなかなか企業努力のみでは吸収しきれないと、こういったところが今期の業績ということになるんですけれども、これへの対策というのがですね、10月から始めさせていただいております、いわゆる価格改定ということでございます。お客様にご理解をいただきながらですね、価格改定作業なども今進めておるところでございますけれども、会社としてはですね、しっかりとこれを進めていくことによりまして、原材料高への対応、いわゆる限界利益率ですね、これを適正な水準にまず戻させていただく。そしてその上で先ほど来申し上げますところの商品へのこだわりですね、より美味しい商品、本格的な商品、こういったものを今後も変わらずお届け続けることによりましてですね、こういった原材料とかを乗り越えてですね、持続的な成長というものを実現していきたいというふうに思いますので、足元のところはですね、ぜひ価格の面に関してはぜひご理解いただきながらですね、継続的にご愛顧賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次の質問です。はい、今後、事業を続けていくには、環境への取り組みも重要だと思います。ダイドーは環境に関してどのような活動をしていますか？はい、ご質問ありがとうございます。環境への取り組みと、こういったご質問かと思いますけれども、先ほど朝日さんとの取り組みの中でも一部環境への取り組みをご紹介しましたが、現在当社ではですね、CO2 の削減目標ということで、2050年の自販機ビジネスのカーボンニュートラルというものを目指している。これが一つ。それから循環型社会の実現に向けた重点目標として3点ですね、空き容器の 100% 回収、それからプラスチックボトルのサステナブル化、これを2030年までに 60%、 そして自動販売機仕様の長寿命化ということで、平均15年仕様ということですね。このような3つの目標というところを進めているところでございます。空き容器の回収に関してはですね、業界平均を大きく上回る回収率というものを誇っておりまして、90% 以上の空き容器を当社の自動販売機の横に置いておりますリサイクルボックスですね、こちらの方から回収をさせていただいて、適正なリサイクル、ペットトゥペットも含めてですね、リサイクルにさせていただいていると、こういった現状でございます。そして自動販売機の長期寿命化というのも、これも年々ですね、進めておりまして、これはもちろん鉄資源の節約というんですかね、こういった面であるとか、CO2 排出量の削減、こういったところにも役立ちますし、またですね、長期使用することによりまして、当社としても、言ってみればコストダウンにつながると、こういった環境と経済と、こういったところも両立した取り組みということでございますので、これからもですね、環境といったところの価値と、こういったところの創出に向けてですね、事業全体で取り組みを進めていきたいと、こういったところで考えている次第でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の質問です。医薬品関連事業の受託製造というビジネスモデルについて詳しく教えてください。はい、ありがとうございます。医薬品関連事業、大同薬品という、もともとの創業の会社ですね、今は受託製造業、こういったものに特化しています。こういったご説明をしたかというふうに思うんですけれども、
言ってみればこの事業はですね、受託製造の特化というのはどんな状況かというとですね、自社ブランド、大同薬品ブランドのドリンク剤というものは作らずにですね、あくまで、いわゆる有名な OTC メーカーさん、医薬品メーカーさんですね、それから化粧品メーカーさんの美容ドリンクだとか、こういったものをですね、製造をお受けしてですね、それ実際の販売はそれぞれのブランドメーカーさんに供給をして、販売をしていただくと、こういったビジネスモデルということになります。このビジネスの非常に大きな特徴はですね、非常にこれもですね、お客様との距離が近いというようなことが一つ言えるかなというふうに思っておりますとですね、医薬品の受託製造というのは実は製造委託先の切り替えというのはそれなりの手続きが必要でしてですね、ちょっと手間がかかる、その結果ですね、わざわざ切り替えるよりも、継続してお取引いただく、この方がむしろお客様にとっても、経済的にも合理性があると、こういうような強みを発揮しやすいと、それからですね、単にこの通り作ってくださいというふうにやってるだけではなくてですね、大同薬品との大きな特徴はですね、お客様のブランドコンセプトに合ったですね、スペックと商品スペックというんですかね、こういったものを提案できるという商品開発力自体の強みも持っておりましてですね、長年のノウハウの蓄積というものが結果的に顧客基盤の強化、こういったところにもつながっていると、非常に基盤として強いビジネスであるというふうにご理解いただいたらというふうに思います。大同薬品工業というのは目立たない存在ではあるんですけれども、ドリンク剤で OEM、外部に委託に出ている、製品の約半分以上はですね、大同薬品で作っていると、こういった実態でございましてですね、例えばコンビニエンスストアであるとかドラッグストアのところにですね、ドリンク剤の棚があろうかと思うんですけれども、ほとんどといいますかね、かなりの商品が実は大同薬品で作っていると、こういった影の存在とではあるんですけれども、非常に、受託製造、ドリンク剤の受託製造という、業態の中ではトップの会社である、非常に特徴のある会社だということで、ご理解いただいたらというふうに思います。ありがとうございます。それでは次の質問です。新たに希少疾病用医薬品に進出されているようですが、飲料やゼリーなどとは関係性がなさそうです。どのように成長させていくのか、また既存のビジネスとのシナジーを教えてください。ありがとうございます。2019年に大同ファーマという会社を設立いたしましてですね、希少疾病の医療や医療医薬品事業、いわゆるオーファンドラッグというような領域へ参入をしているということでございます。こちらのビジネスはですね、医薬品 の販売に、参入したと、これだけ気になるとですね、ノウハウのない会社が何でできるんですかねと、本当に大丈夫なのか、リスクが高くないのかと、こういった疑問をお感じになるかもしれないですけれども、ゼロから立ち上げた会社というようなことではあるんですけれども、実際はですね、医薬品業界で長年の経験を積んだ、いわゆるエキスパートと言って、過言でない人材を、スカウトしてきてですね、この組織に、の中で組織を増していると、こういうような会社であるということでございます。全く実績がない会社としてスタートにしたにもかかわらず、昨年ですね、2件ライセンス契約を締結しているということが、どういうような人材を、来ていただいているかということが表す一つの事例かなというふうに考えておりまして、それだけですね、必ずしも法人としては実績はないかもしれないんですけれども、そこに来ている人材というのは非常に優秀な方が来ていて、信用力も非常に高いと、こういったところだというふうにご理解いただいたらというふうに思います。でそしてですね、シナジーであるとか、こういったところがないんではないかというふうにお考えになるかもしれないんですけれども、先ほど申し上げている通り、当社グループの事業の考え方はお客様に寄り添っていくと、こういったことでございますので、非常にこの事業というのは
お客様、こちらの場合は患者様ということかと思うんですけれども、に寄り添った姿勢で、オーファンドラッグ、致傷疾病というのは、いわゆる難病と言われるものでございまして、言ってみれば、治療薬のない病気、こういった病気にですね、非常に悩んでおられる方に、一刻も早くお薬をお届けしたいと、こういった強い思いで、ビジネスをしていると。言ってみれば、企業理念に、共感した人たちが、社会の役に立とうということで、使命感を持って、この事業に、参画していただいていると、こういったことでございますので、最大のシナジーというか強みはですね、当社の理念や考え方そのものであるということでございますので、そういった考え方のもとですね、人材を揃えて、医薬品と言いながらですね、医薬品でありながら、やや短めではあるんですが、長期的なスパンスを持ってですね、事業を育成していくと、こういったところで取り組んでいるものだということでご理解をいただいたらというふうに思っております。ありがとうございます。はい、それでは次の質問です。海外飲料事業はトルコで事業を展開しているとのことですが、トルコは為替が不安定です。リスクについてどのように考えていますか？はい、ありがとうございます。海外事業についてですね、少しご紹介すると、現在の海外事業セグメントの大部分、多くは、トルコでの飲料事業ということになっております。トルコで事業していると申し上げますとですね、非常にリスクの高いことを、やってるんじゃないかと、こういうふうに、一見思われるかもしれないんですけれども、確かにご指摘の通り、非常に激しいインフレであるとか、為替が不安定で、こういったところがもちろんあるわけなんですけれども、現在はですね、インフレというものを、うまく、利用してといったらちょっと語弊があるかもしれないんですが、うまく乗り越えて、事業運営ができているというふうに、考えているところでございます。トルコの事業は、2016年に、M&A で取得したということでございますんですけれども、今取得した時と比較するとですね、事業規模、売上規模というのは2倍以上に、わずか5年の間で成長したと、こういった高い成長力を誇っているというところですね。それから主力の商材というのはですね、ミネラルウォーター、水ということでございますので、生活必需品として非常に需要が高いと。そしてトルコという国はですね、非常に若年層人口が非常に高い国でございまして、いわゆる人口ピラミッドというのが、まさに日本とは逆でですね、ピラミッドの形になっておりますので、これから人口というのが爆発的に増えるというのが、言ってみれば約束されている国でございますので、将来的な中長期的な成長ポテンシャルというのは極めて高い、こういった国であるという認識で事業に取り組んでいるところでございます。ご指摘の通りですね、為替の不安定さというところはですね、いわゆる原材料価格の調達価格の高騰というところにつながっているんですが、逆に言うと、インフレの国でもありますので、価格改定というものは随時、継続的にやっていくことが可能ということでございますので、インフレを利用しながら売上成長を続けると。それからリラ安というところがあるんですが、リラ安に関しては逆に、トルコからですね、周辺諸国への輸出というような観点でいうと、非常に逆のメリットが出てくるということでございますので、トルコ国内ではインフレを利用した売上成長、そしてリラ安という観点でいうと、リラ安を利用して周辺諸国への輸出の強化と、この2本柱でですね、トルコ事業というのは成長をさせていきたいと考えておりますし、また先ほどご紹介した通り、中長期的なポテンシャルというのは極めて高い事業だということでございますので、足元はやや厳しい損益というようなところもあったりはするんですけれども、これも長期的に苦戦していける事業として、今後有望だというふうに考えている次第でございます。はい、ありがとうございます。ここまでいくつかグループの事業についてご説明しましたので、主力の国内の事業について追加で質問をしたいと思います。はい、
スマートオペレーションの説明がありましたが、はい、データの活用は他の企業もやっているかと思います。大同ならではの違い、強みというものはあるのでしょうか。はい、ありがとうございます。ご指摘の通りですね、自動販売機からリアルタイムでデータを取得するというような取り組みはですね、まあ、規模の大小の違いはあるんですけれども、どのメーカーさんも着手はしているところでございます。ただですね、自動販売機からデータを取得すればそれでいいのかというと、まあ、必ずしもそれだけではないと考えているところでございまして、先ほど来申し上げた通り、データを活用して、仕事のやり方そのものを変えていくことが、まあ、DX であると、まあ、こういうふうに考えておりますので、まあ、データさえ取得すればスマートオペレーションができるかというと、まあ、全くそうではなくて、このスマートオペレーションの仕組みは、まあ、言ってみれば、まあ、分業というようなやり方なんですけれども、この仕事の分け方とか組み立て方に関しても、過去蓄積してきた当社のノウハウというところがですね、生かされておりますし、かつですね、随時、まあ、時代の変化とともにですね、まあ、進化していくというんですかね、常に改善、見直しを進めながら、生産性の向上に努めると、まあ、これが、まあ、考え方でございますので、まあ、データさえ取得すれば誰でもできるもの、どこの他社さんでもできるものかというと、実はこのスマートオペレーションというのはそういうものではなくて、当社独自のかつてからのノウハウが生かされた、データを生かした、まあ、いわゆるデジタルトランスフォーメーションの取り組みであると、まあ、このようにご理解いただいたらというふうに思っています。ありがとうございます。はい、続きましても国内飲料事業に関する質問です。はい、大同ドリンクは自動販売機での売上の比率が他のメーカーと比べて圧倒的に多いとのことですが、はい、店舗販売にはもう少し力を入れないのでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、自動販売機以外のチャンネル、まあ、例えば、まあ、コンビニエンスストアさんであるとかですね、スーパーさんに対する、販売ということでございますけれども、まあ、こちらの方も、まあ売上全体の 20% 規模ではありますけれども、まあ、取り組みというのはしっかりと継続してやっているというところでございます。まあ、コンビニエンスストアというチャンネルはですね、非常に何て言いますかね、消費者の方にとっては非常にまあ商品に触れる非常に重要なタッチポイント、まあ、こういったところもありますので、まあ、自動販売機のみならず、他のチャンネルについてもまあ、強化をしていくという方針には変わりはないんですけれども、なかなかですね、このチャンネルのチャンネルに関しては、まあ、競争環境がより激しいと申しますかね、まあ、こういった面もございます。なかなか売上の規模だけを置きますと、利益とのバランスがなかなか取れないと、まあ、こういうような厳しい市場環境でもございますので、まあ、こちらの方も注力はするんですけれども、最も経営資源を集中をして、より成長ドライバーとして強化していくところは、やはりもともと強みを持っているところの自動販売機のチャンネル、自動販売機のビジネスというようなところで、継続して取り組みを進めていきたいというふうに考えているところでございます。ありがとうございます。それでは次の質問です。はい、自販機を設置する場所のこだわりはあるのでしょうか。はい、設置場所のこだわり、まあ、これどうお答えするのが適切かわからないんですけれども、なんて言いますかね、いかにお客様のお役に立つかというのが、まあ、基本的な考え方というふうに思うわけですね。これはごくごく当たり前のことなんですけれども、お客様のニーズのないところに、まあ商品をいくら置いてもですね、まあ、誰も当然買わないということでございますので、先ほど申し上げておる通り、まあ、お客様のニーズというのをですね、より正確にキャッチすると、まあ、こういったきめ細かな、まあ、顧客指向営業というような言い方を申し上げましたけれども、まあ、こういったことを徹底することによって、まあ、設置をしていく。それが結果としてですね、お客様のニーズに合ったものを、場所に、設置をするということが、結果的には実際には購買していただける方もやはり多い場所にあるということに結果的につながってまいりますので、まあ、こだわるポイントというのは、もともとご説明しておりました通り、
お客様のより近くに寄り添うと、この姿勢でより近い場所、より利便性の高い場所にいかに自動販売機を設置して、そしてお客様のお役に立っていくかと、こういった考え方がですね、結果として事業を成長させるのではないかなというふうに考えているところであります。ありがとうございます。次の質問です。はい、自販機の横にはリサイクルボックスがありますが、はい、空き缶やペットボトル以外のものが入っているのをよく見かけます。対策などはされていないのでしょうか。はい、ありがとうございます。ご指摘の通りですね、自動販売機横のリサイクルボックスには、本来空き容器専用なんですが、残念ながら、一般ごみであるとかですね、お弁当の残りであるとかですね、こういったものが捨てられるケースというのは多々あってですね、全体のどうでしょう、ね、平均的に言うと、全体の量の 30% ぐらいは一般のゴミが残念ながら混入しているというのが実情といったところでございます。ただですね、啓蒙活動、啓発活動としては、リサイクルボックスそのものにステッカーを貼るであるとかですね、リサイクルを呼びかけるようなステッカーを貼っていくと、こういったところをしか、現実的にはなかなかないというようなことだったりするんですけれども、昨今はちょっとね、少しそういった一般ゴミが入れにくいようなリサイクルボックスの開発なども業界全体で取り組んだりしておりますけれども、普及としてはまだまだこれからということでございますので、あくまで当面のところはまずは啓発活動というところを徹底してやっていきたいというふうに思っております。お客様のですね、環境に対する意識というのは非常に上がっているということは言えるのではないかなというふうに思っておりますし、空き容器、ペットのボトルなどのですね、リサイクルを PR するような取り組みというのも非常に、当社に限らずですね、各社とも活発にやっているところでございますので、まずはそういったところに啓発活動に取り組みたいと。そして、せっかくの機会ですので、お願い事項としてはですね、ぜひ自販機横の空き容器ボックスにはですね、空き容器のみを入れていただくと。これが適正なリサイクルということにもつながりますし、ボトル自体のですね、リサイクル効率も非常に上がるということでございます。ご家庭でやっておられるようにですね、キャップを外してラベルを剥がしてペットボトルであれば、ちょっとくしゃっとしてですね、入れていただくと、こういうことをや実はやっていただくと非常にリサイクル効率も上がりますので、ぜひですね、そういったことを、ちょっと気にしてですね、心がけて、実行していただくと非常に助かりますし、社会全体のためにもなるということでございますので、ぜひよろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。次の質問に参ります。はい、株主優待について教えてくださいです。はい、ありがとうございます。私どもの株主優待、株主の皆様から大変ご好評いただいているということでございまして、年1回ですね、6000円相当の当社商品の詰め合わせ、これをお送りしているんですけれども、ちょっと条件がございましてですね、毎年7月20日現在の株主名簿、それから次の年のですね、1月20日現在の株主名簿、この2つですね、同じ同一の株主番号で両方の名簿に記載されていることと、これが株主優待をお送りする1つの条件というふうにさせていただいております。ただですね、6000円相当というのは、かなりボリュームがございましてですね、一番上、実は3段積みの箱になっておりましてですね、ツイッターなんかでは到着すると重箱優待到着みたいなですね、ツイートをしていただいたり、写真入れをですね、していただいたりして、大変喜んでいただいているんですけども、一段上の段にはですね、たらみのゼリーの詰め合わせがあり、2段目、3段目と飲料があると、こんな組み合わせになっているんですけれども、非常に家族、みんなで、お子様も含めてですね、楽しんでいただけるような優待になっておりますので、ぜひチャンスがあればですね、よろしければ株主になっていただいて、
半年以上、保有していた物質はございますけれども、お楽しみいただけると、大変幸いかなと思いますので、どうぞ、ご検討いただいたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは次の質問です、はい。サプリメント事業について、今後の展望も含めて教えてください。はい、ありがとうございます。当社のですね、サプリメントの通販の事業というのはですね、実は2013年から本格的にスタートして、来年で10周年というようなところでしょうかね、になったというところでございます。今スライド映っておりますでしょうかね、非常に実は高成長を続けておりまして、高い成長率でかつ、現状では黒字転換をして、収益性も非常に高いと、こういったビジネスになっているというところでございます。こちらのビジネスの主力商品というのはですね、このスライドの中ほどにあります、中ほど上のところにあります、ロコモプロという商品でございまして、皆様の、健やかな歩みをサポートすると、こういったコンセプトの、サプリメントでございましてですね、非常に長くご愛顧いただいている方が多いと、こういった大きな特徴があります。それだけですね、商品の良さというものをですね、実感していただける商品、こういったところで非常に自信のあるものでございましてですね、これが非常に業績の安定性といったところにもつながっているのではなかろうかなというふうに考えているところでございます。サプリメントの業界、非常に競争激しゅうございましてですね、新規参入の方々も非常に多くあると。通信販売の広告っていうのも何でしょうね、見ない日はないと、こういうような状況かなというふうに思いますけれども、よりですね、お客様に求められる商品をより長くご愛顧いただくと、こういったスタンスでですね、この事業も先ほど申し上げている同じお客様に寄り添う姿勢でお客様のお役に立つものをお届けする事業としてしっかりと育成をしていきたいと、このような所存であるということで、ぜひご理解いただきたいと思いますし、またよろしければですね、一度お試しいただいてですね、ご愛顧賜れればと思いますので、どうぞご検討よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そろそろお時間も迫っておりますので、次で最後の質問にさせていただければと思います。はい。ロードマップで見ると成長や飛躍時期が少し先です。今から大同に長期で投資をするメリットをどのように考えていますか？はい、ありがとうございます。まさにですね、このラインというのは今から上昇していく、こういったところになろうかなというふうに思います。今はこのグラフでいうとですね、成長ステージ、中期経営計画2026の今年は1年目というような取り組みでございますので、まだ横ばいの状況が続いているということでございますし、逆にですね、足元の状況というのはむしろ原材料高で直近の業績としてはやや厳しいと、こういった状況でございますので、株価の方もそれに見合った残念ながら動きになっているのかなというふうに考えております。ただですね、まさに長期的な投資というお話ございました通りですね、2030年に向けてこの赤印のラインといったところにしっかりと戻していこうと、こういった取り組みを進めておりますし、また先ほどご紹介した朝日さんとの提携というのもですね、その転換点になるべきですね、テコになりうる契約かなというふうにも思っておりますので、少し時間はかかるというところを、ご理解いただいた上でですね、長期的に、投資をいただいて、それに報いことのできるようなですね、経営と、こういったところを推進していきたいと思いますので、ぜひ、ご支援賜りますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは最後にご視聴の皆様に一言お願いいたします。はい。本日は遅い時間まで、また長時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。少しでもですね、当社グループの事業について、ご理解を深めることができれば、大変幸いだったかなというふうに思っております。
私どもダイドグループはこれからもですね、世界中の人々の楽しく健やかな暮らしをクリエイトするダイドグループ、このありたい姿を実現するために、邁進してまいりたいと思いますので、引き続きご愛顧、またご支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。本日は遅い時間までありがとうございました。